受賞を受けて北海道被爆者協会の北目邦夫事務局次長は、本当に被爆者が今までやってきたことが一つのそういう国際的な評価を得たんだということはもう本当に嬉しい。北海道被爆者協会は会員の高齢化などで来年春に解散する予定です。